和太鼓。和太鼓は、打楽器の一つ。日本の太鼓の総称。大きく分けて長胴太鼓、宮太鼓、桶戸太鼓、藤目太鼓の三種類がある。祭礼、歌舞伎、能、神社仏閣における儀式等に用いられ、木でできた銅に皮を張り、それを振動させて音を出すものである。バ鉢で叩くものを太鼓と呼び、手で叩くものは、鼓と呼ばれる。 和太鼓は一般的に残響が非常によく響き、余韻が残る音を特徴とする。和太鼓の構造は銅の中間が膨らんだ円筒型で、両面もしくは片面に革が貼られている。ドラムなどの他の打楽器と比べて強度は高い。和太鼓は縄文時代にはすでに情報伝達の手段として利用されていたと言われており、日本における太鼓の歴史は非常に古い。 日本神話の天岩戸の場面でも桶を伏せて音を鳴らしたと伝えられていい。長野県茅野市にあるトカリ石遺跡では川を張って太鼓として使用されていたのではないかと推定される土器も出土している。群馬県沢郡境町の天神山古墳から太鼓を打つ人物派には像が出土し、古墳時代には日本に太鼓が存在していたことが分かっている。中世に入ると タラガなどの発達などによってお囃子太鼓が流生した。戦国時代になると、戦国、大名たちが自軍の統率を取るために太鼓を利用した人太鼓が起こる。人間の心臓の鼓動に太鼓の鼓動がシンクロすることによって自らを鼓舞する性質があるという説もあり、戦における太鼓の使用はこの説に従えば有効な活用法であったと言える。近年までは、 時刻を知らせるためにも太鼓が使用されていた。江戸時代には、祭礼行事の伴奏としての太鼓演奏の他に、太鼓好きが集まって太鼓を打つ、野良打ちなども行われ、昭和初期、1930年代には、太鼓の技術や芸を競う太鼓打ち競技会なども、現下。1943年には、小倉祇園太鼓が登場する映画、無宝松の一生がヒットし、 クライマックスの太鼓打ちシーンが人々に強い印象を残し、その後何度もリメイクされるほど人気を博した。また、温泉地などで観光客向けに地元の太鼓を披露するようにもなった。第二次大戦後の1951年に明治時代に途絶えていた小諏訪太鼓が小口第八によって復元された際に多数の太鼓だけで演奏する組太鼓スタイルが考案され、 1970年代以降、創作は太鼓の鬼太鼓座、古道といったプロの組太鼓集団の出現と流行をきっかけとして、各地にアマチュアの和太鼓グループ無数に誕生し、バブル期のふるさと創生1億円事業や宝くじ、助成金などの経済的支援を背景に、町おこしや青少年の育成などに和太鼓が用いられる一方、和太鼓集団の海外公演を通じて、 欧米をはじめとする世界中に知られるに至った。今日では、盆踊りの主役として演奏されたり、神と意志を伝達する手段、ジグとして神社や寺院に置かれるなどしている。太鼓という場合、公共を二つの理解がある。何らかの仕方で張った革を打って音を出すという講義の理解では、アジアの先住民に認められる内は太鼓、例、日蓮宗の打つ太鼓から能楽に使用する。 つずみ類までを含んでしまう。しかし、通常は太鼓と呼ばれる場合は、筒あるいはワ型のものに皮を張った競技の理解をする。どちらも楽器としては、幕名楽器と分類される。以下では、競技の太鼓としての和太鼓に限定して述べる。画楽では還元に用いる楽太鼓と、武楽で用いる太太鼓とがある。舞台の正面に構えられる。説の終わりごとに太鼓の一撃が入り、 楽曲全体を統率する重要な要素である。また、認とめも、支柱の漆塗りをはじめ本体にも色とりどりの装飾が施されている。外側を朱色の火炎が取り巻いていることから火炎太鼓とも呼ばれる。神道では、古くから太鼓が多く用いられた。神楽、林などにその一端が見られる。単体での演奏のほか、忍えなどと組み合わせる演奏も多く見られる。 仏教では、北ッ宗、州、日蓮宗の内輪太鼓以外では、新言州などで、ごま滝の時の半夜心経などの土教寺に太鼓を使う、放落太鼓他は、もっぱら木行、北ッ宗、州、日蓮宗では木まさきと鈴が使われる、大規模な行事には、ドラや章子などと一緒に太鼓が用いられる。この他仏教と神道の境界が曖昧である、農村信仰として、 タラガやイタコの口寄せ、恒例にも太鼓が使われることが多い。江戸時代、歌舞伎が流星すると、下座音楽に使われ、効果音として取り入れられた。下座音楽における太鼓の使用方法は、打ち方によって表現する情景が高度に、体系化されている。例えば細めの筆細かく叩くと、雨の音、布を巻いた筆で弱く柔らかい音を低く響かせると、雪の音、それらの合間に、 別の符を水平に当て、湖面の震えを拾ってビリビリという音を立てると、雷や雪崩のを表現するといった具合である。また、幽霊の出現など、本来ありえない音響を、抽象的に表現する場合にも用いられる。戦後になってから、長野県のゴスワ大鼓が、ジャズドラムを参考にして、大小の太鼓を、ドラムセットのように組み合わせた、組太鼓形式を開発した。 音程がある楽器を基本的に使わない、複式福田法の組太鼓が誕生した。1950年、昭和25年、日本で初めて舞台工業を目的とした、福井豊都市太鼓緑会、福井県福井市、勝見地区が生まれた。和太鼓のみならず、芸能的要素を多分に兼ね備え、2009年7月、現在、発足時のメンバーが、福井市内に2名。 斉藤主を岡口十二健在で今も現役の太鼓奏者である関連人物高山正幸。諸説あるが活動期間が9ヶ月間という短期間で解散してしまった王将太鼓が日本初と言われている。王将太鼓は1966年昭和41年2月22日大阪市何枠の新世界で 日本初のプロ和太鼓集団として誕生した。和太鼓界で初めて大手芸能プロダクションが運営に携わった。しかし、同年11月に解散9ヶ月間の活動という幻の太鼓チームで終わった。同時期に東京では上六太鼓が結成され、2016年現在も続いている。1971年に鬼太鼓座、オンデコ座が発足した。 長距離走をトレーニングに取り入れることを特色とした、この団体は、ボストンマラソンを完走してそのまま舞台に上がり、演奏するというデビューを飾り、注目を集めた。折からの日本の現代を音楽における、邦楽器ブーム、1960年代後半1970年代前半もあり、鬼太鼓座のために書かれた、石井牧作曲の、モノクローム、モノプリズムはじめ、現代音楽と、 積極的に関わる。しかし、座長の原稿と団員との分裂により、鬼太鼓座と他元を分けた、新団体、古道が1981年に発足した。両団体は2016年現在も並立して、現存している。両面を打つタイプと、契約が主であったが国産は、近年不足しているため、塩地線が主流。また海外からは、 カリンナラなどの硬い木材をくり抜いた膨らみのある、円筒形の銅、もしくは、板を寄せて、円筒を作りおけのようにしたものを用いる。牛の皮、メスは絹、オス、またはホルスタインは木綿に例えるを、秒や紐、ターンバックルや金具等で張り留めて作られ、符、鉢と呼ばれる木の棒で皮を叩いて演奏される。皮には、基本的に、 数回の出産を経た目牛が最良とされるが、大きなものではお牛の皮が利用されることもある。下座音楽では、バチと表記する。負の材質は、硬い負には菓子やケヤキが使われ、柔らかい負にはヒノキ、杉、もみが使われる。太鼓踊りのような民族芸能では、竹や柳の調布を使うこともある。一般に締め太鼓には、 直径2.5から3センチメートルの符が使われる。強打することの多い太鼓には、より太い符を使うことが理想的とされる。ラワン、松、白樺刀、脆いもの、ささくれるもの、油が出て皮を傷めるものは、符には適さない。符は単に太鼓の皮を叩くための太鼓の付属品ではなく、太鼓の縁や符同士を叩き合わせて音を出す、一種の打楽器である。 柿山ヤや引山ヤたちには太鼓台などがある。アメリカ合衆国では日系人の多い西海岸を中心に1960年代末に日系コミュニティの祭りなどで演奏されるようになった。人種差別や第二次大戦中の強制収容などによって民族的誇りを傷つけられ心理的に苦難の道を歩んでいた日系人の若者にとって和太鼓はプライドや 自己表現のツールとなったほか、静かで従順といった北米におけるアジア系女性のステレオタイプに対する対抗的ことや反人種差別、反同性愛差別などの政治的メッセージを含むこともあった。北米における和太鼓普及に貢献したパイオニアとしては、1967年に渡米した戦後移民の田中誠一がゴス和太鼓と OS k ロ太鼓を組み合わせて始めた。 サンフランシスコ大庫道場、ロサンゼルス先進寺が、ボン大庫を元に始めた、日系アメリカ人による、最初の和太鼓チーム、金奈良大庫、仏教青年会の日系三世を中心に、様々な音楽的伝統を加味して始めた、三の世大庫があり、いずれも1970年前後に結成され、それぞれ異なった特色を持ち味とした。サンフランシスコ大の田中は、日本人外で、 踊りだけの静かな祭りを見て、物足りなく、重い、見よう見真似で太鼓を披露したところ、日系一世の老人たちが非常に喜んだことに感激し、日米を行き来して太鼓を習い、太鼓を持ち込むなどして、和太鼓の普及に尽力した。1975年には、鬼太鼓座がボストンマラソン完走後ゴールで、大太鼓打つというパフォーマンスで一躍有名になり、 1981年に結成された古道と共に海外で人気を集め、北米は大古シーンに影響を与えた。1990年代以降は大古の人気は北米各地に広がり、グループの数が急激に増えるにつれて、日系人コミュニティとは直接関わりを持たないグループも多くなり、1997年にはロサンゼルスで第一回目の 北米太鼓コンファレンスが開催された。同会はその後も各年イベントとして続行し、2005年にはロサンゼルス市の全米日系人博物館で和太鼓に関する展開も開催された。多くの大学で和太鼓チームが結成され始め、2007年からは大学太鼓チームの交流大会インターコリージェット太鼓インビテシャネルも開催されており、2011年時に 北米の和太鼓チームは300を超えると言われる。北米以外でも和太鼓は南米、ヨーロッパ、アジアの他の国々など世界の複数の地域で人気を博し始め各地域で結成される太鼓グループが増えつつある。フランスでは1975年に鬼太鼓座がピエール・カルダン劇場で初公演した際観客に衝撃を与えるためにカルダンの助言で 裸祭りのふんどし姿で大太鼓を打つことになり、伝統的にはふんどし姿で太鼓を打つ習慣はなかったが、このパリ公演の反響が大きかったことから舞台衣装としてふんどしが着用されるようになった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。